皆さん、こんにちは。2020年分の確定申告の書類を作成します。申告期限は2021年4月15日までです。本日は GMO クリック証券での株、先物の,の書類を作成します。先物や CFD の年間取引報告書は、電子書類観覧の項目にまとめられているので、それを記述するだけです。 PDF ファイルになっているので保存もします。株式の報告書は、生産表の項目にあり、自分が該当する取引区分にチェックを入れます。 期間は前年を選択して検索をしますその結果を CSV ファイルでダウンロードします。 CSV ファイルなので一度開き、Excel 方式で保存して計算結果を保存できるようにします。 実現損益の合計をサム関数で算出して完了ですが、他の証券会社では記述の仕方は異なります。 新規でエクセルファイルを開き、証券会社ごとにまとめます。 クリック証券では先物の,の取引がマイナスで株式がプラスという最悪のパターンであった。なぜなら、先物や FX が雑所得で、株式が上渡所得なので基本的には申告を合算できないからです。 配当金の書類は以前までは書面で届いていたのですが、電子書類になったのでこちらも申告します。株式の取引で損失が出ていたなら、申告すれば戻ってきます。本日はここまでにします。ご視聴ありがとうございました。